速報、マンチェスターシティ、お手頃価格の久保建英獲得レースに参戦。スペインメディア、ブーブーフチャジェスは、日本人選手はスペインリーグで好調な選手の一人であり、いくつかのクラブが彼に注目している。最新の情報では、ジョゼップ・グアルディオラ監督が率いる、マンチェスターシティも興味を持つ、とし、久保のシーズン序盤は圧倒的だった、データが裏付けている、と指摘、今季公式戦17試合で5得点3アシストをマークしていることを報じた。契約解除金は6000万ユーロ、約97億2000万円に設定されているが、特徴的なプレイヤーであり、手頃な価格、と伝えている。11月28日、10時36分、トースポか、日付以外は誤報だな。最近だんだん、内容でソース元がわかるようになってきた。絶対行くな、試合出られるチームにしろ。曲とかいう同じような化け物もいるからな。いや、ありだな、フォーデンやっぱ中で使いたい。フォーデンとポジション争いか、プレミアでも通用するとは思うが性格的にマンシーと合うかどうかやな。フォーデンという同世代のライバルがいるマンシーよりは、サラーが年齢的にもサウジ的にも時間の問題でいなくなるリバプールの方を選ぶに決まってる。レアル、バルサ、シティ以外は興奮しない。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。